はい、というわけで隣岩手飯岡駅に着きましたね。2両で乗車率 70% ぐらい結構乗ってましたね。はい、でこっちが、東口かな。はい、こちらが岩手飯岡駅、なんかライトアップしてますね。で、ここからは歩いてね、ひたすらゲーセンを目指すという感じ。結局乗る列車は12分遅れて今5時20分になったところですね。ここからは実はこの遠征最大の難所なんですけどもね、歩いて4軒というかもう2軒の後イオンモールでゴールという感じなんですけども、これが5、6キロあるんですよね。なんでまあかなり大変だとは思いますけど、まあ仕方がない、頑張っていきましょう。ちなみにこの後をスムーズにこなすためには7時半にイオンモールを出るバスに乗りたいので、あと2時間10分で6キロ歩き、つつゲーセン4箇所ということになりますね。はい、そう、ゲーセンは遅くまでやってるのでね、まあこんなに真っ暗になってからでも、まだまだ動けるというかね本当まあ日程を詰め込みすぎなんですけどもね。いやー、そしてこれはその氷がね、嫌な感じですね。まだ雪の方が歩きやすい気がしてしまう。はい、ちなみに先ほどね、ちょっとネットで調べたところ、午後5時の盛岡、気温がマイナス 1.8 度、積雪5センチだそうですね。なので、もともとそんなにね、ここは雪が降らなかったみたいですね。はい、ギリギリ映りましたがね、今新幹線が通っていきましたね。で、駅から10分ぐらい歩いて着きましたね。こちら左側が三佐ですね。三佐ってなんか岩手県にちなんだ何かでしたっけ、忘れましたけども、この中にね、モーリーファンタジーだからイオン系なのかな、まあなんかあるみたいなんでね、行ってみましょう。はい、こちら三佐の中にあるモーリーファンタジー出てきました。なんか、普通のモーリーファンタジーよりも若干メダル多めという感じでね、まあ残念ながらシングルメダルはなかったんですけども、結構いろいろと充実してましたね。プッシャーはヴィーナスファウンテンがあったり、あとはダイノキング2は最近はもうだいぶ減ってきましたがね。はい、でも私もね、まあ、100円だけちょっと借りてやってみたんですけど、まあ特に当たらず終了。はい、でここはあのメダルもね1300円で、まあ、あのモーリーファンタジー最近500枚というのをね、まあ、やってるんですけども、ここは600枚ということでさらにお得。なんかねもしここが今日最後の店舗とかあったら、いろいろやり込んでもいいとこなんですけどもね。残念ながらまだまだ予定が詰まっているので、もうさっさと次に行きます。はい、でまあ、先ほど歩いてきた道をね、そのまま左こちらですね。ここはなんか普通にもうマンションの中があるんだな。先ほどの三佐から、はい、6分ぐらい歩いてますね。ここの交差点も右だそうですね。これから国道4号の方に向かうんですかね。はい、左側が東北本線、東北新幹線で、右側に4号があってね、そのちょうど間を今歩いてきたんですけども、こちらですね。もうこの辺はなんか盛岡の市街地というか、まあそのね、まあ、郊外の栄えてもう街が続いてるんですかね、この辺までね。はい、三佐から11分歩いてきましたね。地図によるとここですね。全然看板とかないんですけども現れましたね。では行ってみましょう。はい、こちらのね、台頭出てきました。ここ意外とメダルゲームありましたね。シグマの赤マルチ、青マルチ、それからまあシングルプッシャー3台とドラゴン射精、それからコナミの、ラティノリードとかのね、あの辺の機種とかもあって、まあ遊んでる人もね、何人かいましたね。そのシグマの手で、でとかね、あの、この遠征では久しぶりに聞いた気がします。はい。で、まあ、ただ、店内も撮影禁止というのが至るところに貼ってあったりね、あとはメダルがなんか、まあ、そんな高くはないんですけども、500円100枚で、なんか、まあ、100円だけ使おうと思ってもできなかったりとかね、まあ、ちょっとその辺がイマイチでしたかね。はい。で、今私は国道4号線を北に向かっているところですね。東京から530キロ。おぉ、これはちゃんと写真にも撮れたのかな。はい、これビッグハウスでディスカウントストアの上りですけども、この建物ですかね。なんだろうな、なんかね、なんか公共の建物のように見えますけども、実際はそんなこともないと。で、正面がね、二手に分かれてるんですけども、右側が、おそらくバイパスでしょう。二戸岩手町ということで、盛岡の中心部を避けてね、
先に向かうようなルートだと思います。そして私が行くのは左側ですね、盛岡駅県庁方面、はい、この分岐のところですね、右側に行く車がやっぱり多いのかな、で、なんかね先ほどから足がやっと疲れてきたという感じ。そう、まあ、今日はね水沢北上でだいぶ歩いたんで、もうしかもほとんど雪道なんでね、まあとっくにこうへばっててもおかしくないような感じなんですけども、とりあえずここまでは持ってくれましたね。はい、まああと、ちなみに今台東からは、8分ほど歩いてますね、まあ、この1時間の歩きさえ終わってしまえば、まあ今日もそんなに歩くとこないはずなんでね、まあ頑張っていきましょう。これ石割桜 3.9 キロか、つまり私の行くイオンよりもね中心部の方が近いということですかね、これは。はい、多分12分ぐらい歩いてると思います。この辺、これは違う、いやこれか、あれちょっとわかんないですね。この辺で左らしいんですけども、あれそのもう一つ先でしたね、ここ左だそうです。で、まあ時間で言うと、まあこのまっすぐ行ってね、その先の大通り左の方がまあ分かりやすいんですけども、こっちは取った方が2分早いということで、まあ従ってみましょう。盛岡はまあ5回ぐらいは来たことありますかね。昔まあ家族で来たことがあって、その時はまあなんかわんこそば食べたりとかもしたんですけどもね。あとはまあ一人で、この前ですと何年か前に来たのと、今年の県庁巡りと。あとは、まあ、乗り換えではまあそれに加えて3、4回は使ってるはずですけどもね、ちゃんと街中を見たりしたかどうかはあんまり覚えてないですね。おお、このゲーセン巡りあるあるですね、住宅地。18分ぐらい歩いてきて、なんか今すき家だったところですね、ここを左で、ここでね、これはこっちだな。はい、これで、まあ、東北本線、東北新幹線をくぐるということですね。まあ、まだまだですが、はい、台東から21分、この段下を抜けてきたばっかりなんですけど、ここを右に曲がって、ここからはね、ぐねぐねと、まあ、斜めに行く感じで、まあ、そう行きたい方向がね、この右前方、こっちの方なんですけどもね、まあ、なんかとにかくぐねぐねさせられるようです。はい、なんか太い道に出ましたね。というかここ片側2車線もあるんですね、まあ、本当はねなんかもう一本手前の道を、右に曲がれと言われたんですけども、そこからだとね、この太い道を渡る横断歩道がないみたいなので、まあちょっとね、Google 先生のルートとは違うんですけども、こちら交差点で渡りました。でこの先すぐくらいは斜め左だそうですね。なんかもうすぐそこにあるのかな。27分ぐらい歩いてますね。やはりすぐのところにね、斜めに抜ける道がありましたね。もうなんかずっとこんな感じですかね。正面の奥にはなんかちょっと高いビルも見えてるけど、あの辺が盛岡駅ですかね。はい、台東から35分、なんか大通りに出ましたね。はい、あとはここをね、まっすぐ行けば、左側にイオンモールがあるようです。雪が。はい。ここは多分まあ盛岡駅からまあ3、4キロぐらい、そんなに遠くないと思うんですけどもね、まあ特に感想はないか、55分が正しいとすればあと20分ぐらいかかるんですかね。はい、台東から39分、これ正面と左が盛岡西ワイバスというんですかね。はい、で右が盛岡駅、200系ですね。イオンはまだ見えないです。はい、こちら熊堂の交差点ですね。左イオンモールです。台東から48分ぐらいですね。ここ55分と言われたので、もっとかかると思ったんですけどもね、足が疲れてきたんでね、そんなスピード出さずに歩いてきたんですけども、なんか思ったより早く着きましたね。もう7時半のバスまではまだ時間があるので、まあ、プレーするもよし、足を休めるのもよしといったところですかね。はい、今こちらイオン出てきました。2店舗あってね、そういうの方はまあ一応メダルあったんですけど、プッシャーは3台ぐらいの、まあ、メダルとしてはかなり少ない、まあ、プライズとか多かったんですけどもね。でもう片方のモーリーファンタジーはまあ普通の規模という感じ。こっちは逆にプッシャーがなんか普段より多かったかもしれないですね。なんか妙にバランスが取れてる感じ。そこに止まっているバスですね、イオン盛岡南から盛岡駅行き、
7時半と思っていたんですけど、こちら7時15分発のがあるということで、ね、早速乗りたいと思います。大井の方はボタンを押してお知らせ願います。バス車内優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以上君、徳呂、いびき、医療相談の森岡生命病院はこちらです。森岡つなぎ温泉病院の複合施設メディケアプラザ中央通りは在宅クリニックと充実の在宅介護サービスを提供しています。はい、ということでね、そちらの正面、岩手県交通のバスに乗って、9分で着きましたね。盛岡駅、あっという間でした。はい、こちら盛岡駅、なかなかね、この新幹線ホームがまあかっこいいともちょっと違うか、まあ、立派な作りですけども、ね、イオンモールから、バスに乗って盛岡駅に来たということで、私は次はこちらですね、イオンモール盛岡に、バスで向かいます。はい、ということでね、雫石行きのバスに乗ってイオンモール着きました。今7時48分16分ぐらいかかりましたかね。まあ適当に行きましょう。はい、こちらのイオンモール盛岡出てきたところですね。ゲーセン2店舗あって、1つ目は名前忘れたな、なんか独立系みたいなところでね、ボーナススピン ZX がありましたね。まあそれ以外はまあ普通のゲーセンで、まあ割と新しめの機種、あの今時のアーケードゲームですね。それからプライズ系多めで、モーリーファンタジーはまあ普通のモーリーファンタジーという感じで、まあ今8時55分でね、まあ1本早い8時半のに乗ってもよかったんですけども、まあね、盛岡市内でモーリーファンタジー3店舗あって全く遊ばないのもどうかと思ったので、一応1100円分でね、400枚借りまして、まあ適当に遊んできましたね。はい、そしてこのね、夜9時になってもちゃんとこのイオンモールから盛岡駅への足が確保されているというのがね、本当に素晴らしい。そこの青い、看板のバス乗り場ですね。はい、14分ほどで着きましたね。私はこの後反対側駅のね出たいんですけども、地下道はいいのかな、行っちゃいますか。わからない。はい、さっきまでね、なんか地下街というか駅ビルの地下1階を通ってきたんですけども、なんか急に無機質なね、地下道にありましたね。で、先ほど乗ったバス、私以外にも6人ほどね乗っていた方いましたね。このね、夜9時という遅い時間までこうイオンモールから、この盛岡駅までの便があってね、しかもちゃんと利用者がいるっていうのは、これなんか結構すごいですよね。あの、まあ、大体バスを使う層って、まあ高校生とかね、あとは老人とか、そのイオンモールに行く人なんか特にですけども、なのでまあね、あのそういう以外の需要もちゃんとあるという、ね、地方都市だと大体まあ車になっちゃいますからね、自家用車。このやっぱり公共交通機関のね、利便性がまあ、ちゃんと確保されているというのは、さすが盛岡、北東北の中心、というところですかね。で、もう9時18分とね、まあ、かなり遅くなってきてはいるんですけども、私はまだこれからゲーセン2店舗に向かいます。そのうちの片方がね、ラウンド1ですね。多分もうこっちの出口からは見えると思うんだけども、
もうちょい右側ですかね。あー、ちょっとわからないか。そこが上がね、高速バス乗り場になっていて、高速バス乗り場からまっすぐ行くと、だから、この岩手朝日テレビっていうところの奥ぐらいですかね。多分そうだと思うんですけども、そこのラウンドワンはね、私昔、この盛岡駅から夜行バスで帰ったことがあって、その、バス待ちの間にね、ちょっと遊んだ記憶もあるんですけどもね。はい、ということで、このテレビ局のこっち側左奥ですね。ちょっとさっき渡る手前では見えたんだけども、角度的に見えなくなってしまった。はい、ラウンド1。ここは駅にかなり近い、今、便利な立地。そう、堺駅前のね、ラウンド1にいた時に盛岡駅前に似てるみたいなことをちょっと言いましたけどもね。まあ、あんまり期待をしないで行きましょうか。はい、こちらラウンド1出てきたところですね。正面が盛岡駅。ここはまあ普通のラウンド1という感じでね、シングルメダルはコナミ系15台のみ、プッシャーとかは非常に充実という。はい。で、今時刻は9時35分。私はこれからね、9時51分発の IGR 岩手銀河鉄道八戸行きですね。こんな時間にも八戸まで行くやつがあるんですね。そいつに乗りまして、盛岡のお隣、青山駅に向かいます。はい、こちらがバスの待合室。そう、ここでね、夜行バスが来るのを待ってたんだな。そう、岩手絆号23時発とかありますけどもね、こんなやつでしたね。で、ここがもう駅の入り口かな。はい、ということで着きましたね。このちょっと、盛岡駅から、隔離されたともちょっと違いますけどもね。まあ、ね、この横っちょにあるような、IGR 岩手銀河鉄道の、専用ホームですね。はい、八戸駅。これは、701だけども、新造したんですかね、これは。昔はね、もちろん、東北本線として、八戸青森方面まで続いていたんですけども、東北新幹線のね、延伸によって、まあ、第三セクターにね、移管されて、IGR ということになってますね。私もここに来るのは久しぶりですね。昔ね、まあ、今も使っている北東パスで、浜那須で北海道に抜けた時に、まあ、来た記憶がありますけども、相当前だな。貨物列車。盛岡駅って貨物は、まあ、近くにターミナルがあるんでしょう、きっと私はね、全然知らないだけで。そう、貨物はね、これまでと変わらずというか、普通にこの IGR を取っていて、まあ、IGR にとってはね、これが結構大きな収入になっているという話ですかね。はい、ということでこちらがね、IGR の青山駅ですね。はい、まあ、乗車率は 40% ぐらいかな。まあ、普通、まあ、2両で、賄うにはちょうどいいぐらい。
で私がここから向かうのは台東ですね、今日最後、今時刻は9時56分ですね。はい、あれこれは微妙に行けないね、遠回りさせられるのか。南口っていうのもありそうだったんだけども、なんか人の流れがねみんなこっちに来てるんで、私もそれに従ってきちゃったんですけどもね、ちょっと出口を間違えたかな俺は。まあでもそんな変わんないですね。ということで、これをまっすぐ行ってなんかその辺を右ですかね。はい、青山駅前というか、まあ駅のね踏切のところの道を5分ぐらい歩いてきまして、なんかこの辺道がよくわかんないんだよな。その横断歩道の先、ちょっと上に上がる道ですかね。そこをそのまま行けるのかな、あるいは回り込んでいく。なんか国道4号のね、先ほど、私が通ったあの台東のあたりのあそこから続く道がこの先あるみたいなんですけども、ちょっとなんかなぜかわからないけども直接行く手段がないので、どっかで回り道をしなきゃいけないみたいなんですけどもね、ちょっとそれがよくわからない。はい、今すぐ渡ったとこですけども、ここ階段がありましたね。これをまっすぐ行って右手側かな。いいね、慎重に歩かなきゃいけませんな。お、しかしここは雪がない、嬉しい。ちなみに盛岡は雪はないんですけどもね、明日行く大館弘前はやっぱり盛岡よりは積もってるみたいなんで、また雪道ですかね。あ、左側に青木の下にちょっと開花が見えましたね。京都のルネカフェ、そして牛線は右手側ですかね、この先。はい、ということで青山駅から8分、国道4号線にぶつかりましたね。左に開花、そしてありますね、ドンコーテの上に書いてあるマッハラドという文字、そこが牛線ですね。はい、今ちょっと盛岡市内にね戻るように歩くんですけども、割とすぐ、青山駅からだと12分ぐらいですか。はい、こちらの看板ね、ドンキホーテマッハラド、そして一番上に台東、ということでね、なんかドンキと本当に一体化したような店舗で、奥にドンキがあるんですけども、その手前側のね通路にゲーム機がちょっと並んでいて、さらにこっち向かって左側に進むとね、そのままこう奥がボーリング場になっていて、そのボーリング場のゲームコーナーとしてなんか台東がやっていて、しかもメダルゲーム機があるので、なんか独特のね構成ですね。で、シングルメダルはねシグマの、緑プログレのプログレしてないやつと、あとは、コナミ系とかね、あと、フーライジンなんかもありましたね。はい、10台ぐらい合計。で、まあ、200円40枚でね、借りられたので、まあ、ほんのちょっとだけね、プレイしてきました。はい。まあ、それ以外に特に目立った機種はなし。ということで、今日は終わりですね。18店舗巡りましたがね。まあ、朝のね、朝10時過ぎの開店からね、この、夜の10時半ですか、もう。10時半過ぎてますね。まで、まあ、遊び尽くしましたかね。まあ、遊んだ時間は実はそんなないんだけどもな。せいぜい合計で3時間ぐらいかな。はい。あとはもうひたすら移動でしたね。はい、おはようございます。現在、快活クラブを出てきたところですね。時刻は朝の6時43分。気温はマイナス6度だそうですね。はい、では今日も元気に行きましょう。まずは青山駅に戻りますね。はい、今昨日も通ったのと同じ道ですね。上には E5 系が走ってますね。この辺はもう完全に E5 系だけですかね。あとはまあ E5 系も走ってますけどもね。まあとにかく寒いと。で、なんか、右足の、裏とね、あとはなんかお尻の脇のとこがちょっと痛いのはなんでだろう、これは。なんかずれましたかね、わからない。ただまあ昨日ね雪の上を4万歩歩いた割には、足の痛みはそれほどでもないですな。はい、あとちなみに快活クラブね、まあ個室、完全個室がなくて、まあ普通のフラット席で、まあ8時間1500円と、まあかなり安かったんですけども、ちょっと店内の BGM がねうるさかったですね、なんかね。そうだから夜寝ようとした時に、なんかそのね BGM の大きく聞こえるところでビクンって起きたりみたいなね、
だからちょっとあれはいまいちに感じたな。もうちょい抑えてほしいですね。はい。さすがにこの遠征で一番寒いか今が。